やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。ハムカワさんと貢献哲でございます。今回は豚肉は裏切らないシリーズなんですが、今回はハムカワさんとこのピーマンコラボでいきたいと思います。ピーマン旬でございます。今スーパーで山積み。そして以前私最高の剥がれようがないピーマンの肉詰めやらせていただきましたが、今回そのピーマンの肉詰め第2弾、最高に美味しい超簡単な肉詰めでございます。今回も剥がれようがないチーズインピーマンの肉詰めなんていかがでしょうか。でですね、今日はなんと材料3つだけです。ピーマン、豚ロース薄切り、そしてチーズ、この3つで最高の肉詰めやっちゃいます。でですね、今回はもうこれピーマン丸ままいきます。丸ごと、私もヘタも種もそのまま使うというピーマンのレシピ紹介してますけど、今回もそれでいきます。にゃのでいいですか。今回はもうこのヘタのこの周辺をくるっとこの切り込みを入れてまいります。ちょっとヘタより少し大きいぐらいでいいと思うんですけどね。ぐる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 、こういう感じでこうヘタを目安にできるのですごくね簡単ですよ、ね、で今回はヘタも種もそのまま使いますので、なんとズボッと奥の方まで押し込みます。こんな感じ、この空洞をしっかり作ってやります。美味しいです、ヘタも種もね、 SDGs 的な。今回は作る作業も楽しいレシピでございます。豚は軽く塩下味つけときます、ね、表面だけで大丈夫です。でチーズはまず半分に切ります。でまあなんとなくですよ、これぐらいに畳んでおく。でじゃあこのもうなんとなく折りましたチーズを豚で巻きます。見えてる、くる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 と、こんな感じでこれ全部やっていきたいと思います。これがチーズインね。よし、ここまでやりました。でここからが本番でございます。このズボッとヘタと種をインしましたピーマンに豚とチーズをインしていきます。でこうしっかり表面はこうお肉で閉じてくださいね、チーズが焼いてる時に出てこないように、ね、これをそのままなんとズボッとでしっかりこうお肉で中身が出ないようにプロテクトするようなイメージ。見てほら、なんたる画期的な、これ剥がれようがないどころかもあれですよ完璧ですこれね。この状態で見るとスッと入っても美しい。全部これでやっていきましょう。画期的なチーズインポークインピーマンでございます。どんどんいこう、どん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 ね。ではいよいよ焼いていきたいと思いますが、焼き方もほんちょっとしたポイントがあるんで見ててくださいね。まずサラダ油ちょっとだけ熱します。まずどこから焼いていくかが大事なんですけど、やはりこの部分をしっかり焼いて旨味を閉じ込めたいので、いいですか、立てます。すごくない、この壮観な景色、どんどんビルが立っていきます。見て、もう来館摩天楼です。これこのまま豚肉の入り口をこんがりと焼いて旨味を閉じ込める。ではどんな感じかなと、一つのビルを、お見て、これぐらいこんがり焼きます。完全に旨味閉じ込めます。でこうなりましたら、ちょっとビルはねんねしていただいて、コロンと倒して
各面もさっと焼いていきたいと思います。各面もこのように焼きまして、これだからね、豚肉を巻いて中に入れると火が通りづらいんですよね、中心部。そこを逆に芯をチーズにして巻くことによって火の通りもね、安心できるわけなんです。だそういうね、美味しさだけじゃなくてそういう調理の良さもある。こうやってね、ピーマンも焼くことによってすごく甘みが出て美味しいんですよ。ここしっかり焼いていきます。では周りもこんがりとなりましたら、ここでお酒を振って蒸し焼き、火を弱めます。これでよりジューシーに、そしてピーマンの甘みも引き出していきます。でですね、ちょっと時々こうフライパンを揺すりながら均一に蒸し焼きにしていきましょう。ではオープンします。イエイ、ええ感じです。色も綺麗。そしてここでソースをインしていきます。この肉汁が出た旨味を生かしながら、ウスターケチャップ、今回はちょっと洋風で仕上げようかしら。お水で、あとはしっかり全体を絡めていきます。美味しそうよ。これで絡めていきたいと思います。オッケー、盛り付けましょう。見てほら、どう、この丸ごとチーズイン肉詰め、ゴロゴロだぜ、ゴロゴロ。しかも旨味が全部詰まってますね。イエーイ。あとはおソース、てっぷり、食べ応えも満点でございます。はい、完成しました。旨味たっぷりチーズインピーマンの肉詰めでございます。キャー、ボリューミーだね。いただきます。豪快な丸ごと。ではいただきます。丸ごと、めちゃめちゃ美味しい。肉詰めはやっぱりひき肉をね、玉ねぎ刻んだり、ひき肉味付けしたりして、それをまた詰めるという作業がすごく大変なので、豚チーズ巻くイン3ステップ。そしてあのヘタも種もね、美味しくいただけるんですよ、これなら。しかもピーマンが苦手なお子さんとかももりもりいってくれると思います。ぜひ試していただきたいチーズインピーマンの肉詰めでございました。最後までご視聴ありがとうございます。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。